開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。昨日夕方ね、けっぱってネギの苗を植えました。で、今日起きたらこう雨が降っててこう水やりしなくていいっていう、よしやったっていうような、感じの朝です。サンタのところ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 。サンタのところ後ろのね、さくらんぼの木の花ももう散って終わりに近づくという5月の半ば、例年もうちょっと遅いのかな、苗が来るのが。今年5月の終わりくらいにね、あの玉ねぎの苗が届くことが多いなと思うんですけど、やっぱりこう暑い、気温がね、去年もね、暑かったね。去年6月で30度超えたのはね、観測史上初めてっていうことで、今年も行くんじゃないかななんて。で、去年は雨が降んなかったのね。で、じゃがいもがすげえ小粒で不作でさ、うん、それ対策っていうか、今年もね、そうなりかねないなっていうふうに僕は感じてて、まあ、降るっていう時はザーッと降るんだけど、でも、日照りを覚悟しております。で、ちょっと頑張ったのが、草マルチ。やっぱり降った水を逃がさないっていうことと、まあ、草自体にまだね水を含んだりもするので、これを、頑張ってね、継続的に草マルチをかぶせていくっていうようなことで、日照りを、やり過ごしたいなと思っているところです。昨日植えたね、玉ねぎの苗、まあ昨日の今日じゃまだ分かんないけど、あと今年はね、間乗用モアで走ろうと思って、なんていうのかな、まあまあちょっとこの通路と、それからこう畑の間、まあ、だから起こすところが最小限っていう感じで、で例年ならもうね、じゃがいもゴールデンウィークに植えてんだけど、今年まだネギと順番逆になっちゃったんで、この雨上がったら今度は頑張ってじゃがいも、まだ種芋見てねえんだよな、ちくしょう。頑張ってね、じゃがいも植えていきたいなと思っております。こんな感じですね、5月の半ば。未だにね、こうちょびっとずつしか進まない、解体作業、引き続きお手伝い募集してます。そんなもう草刈りが始まってきてね、卵を鶏に餌やって、水やって、卵磨いて運んで、草刈りして一日が終わるっていうような感じです。
あっという間に1日が終わる。これから、まあ、ずっと年がら年中、まあ、1年があっという間なんだけど、まあ、これ年取ってくるとそうなってくんだね。まあまあまあ、玉ねぎ植えましたって話だね。あのじゃがいも、玉ねぎ、長ネギはね、毎年頑張ってこう自給菜園やってるんですよ。やっぱりね、こう自分で作った作物を料理するっていうのがなんか自己満足なんだけどさ、嬉しいよね。趣味の世界だね。贅沢な趣味だね。うん、贅沢な暮らししてます。遊びに来てください。